第4話見ました。1話から気になってたんですが、すごく嫌な第1巻が出てきたじゃないですか。あれって渋沢栄一ざっくり紹介みたいな時に話してくださったあの第1巻のシーンなんかな。あともう一個ほら番付も出てきたし、なんか今回はざっくり紹介の時に出てきたやつがいっぱい出てきたと思うんですけど、その一番最初のスタート記念の渋沢栄一ざっくり紹介の時にもあのお話しした岡部の代官所の名前はね、うん、若森って言ってちょっと名前は違うんだけれども、うん、渋沢栄一が若き日に御用金を出せっていうんで父の名代で行ったら、父のね名代ですからそんなイエスノーは言えませんから帰って伝えて返事しますって言ったら、いやいやそんなここで返事しろ、ここでイエスと言え、もうここではいと言えと言ってもう無理強いされて、かなりもういたけだかに命令されて、渋沢栄一がこういう風な傍若無人な武士というものにただただ頭を下げていなければならない百姓というのが嫌だ、僕は百姓じゃない、なんかその他のものになりたい思うきっかけになった出来事っていうね事件が今回ねいよいよ出てまいりまして、ちゃんと流れてたんですかね、嘘偽りなく。うん、そうですね。番付表については前回紹介の時に現代のね相撲の番付表のイメージで横綱とかって言っちゃったんですけれども、うんうん、江戸時代に横綱はいないので、今回みたいにね大関っていうのが一番にドーンと出てきてトップですって紹介してて、当時江戸時代の当時としての番付表としては正しいんですね、あっちの方が正しい、うん、なのであの大関っていうのがトップで関脇前頭みたいな感じで番付で順番をつけてみんなをね競わせて来年はいい歯を作ってくれよみたいなことをやったっていうのはね、うん、確かにそうなんですけどね、というか横綱いなかったんだその時、それがびっくり。詳しいことはね概要欄にねリンクを貼ってありますんで、あのもしよろしければスタート記念の、渋沢栄一ざっくり紹介っていうのを見てみてください。よろしくお願いします。ざっくり紹介では渋沢栄一はなんか外国の人のことをすごい嫌ってたと思うんですけど、今回のお話ではすごく外国に行きたいみたいな感じの本を読みながら言ってたと思うんですけど、どっちが本当なんですか？今回紹介されていた、うん、あの太陽庵物語かな、浜田薬王園っていうのが、うん、江戸の初期の、 あの朱印船貿易をしている商人の話なんですよね。太陽庵っていうのは、まあ、今の台湾です。台湾ね、で、うん、今の台湾って当時はあのオランダが支配下に置いていて、今のね石棺城っていう、まあ、観光名所があるんだけれども、アンピンクーパオっていうね、うん、あの台湾のオランダが作ったお城があって、貿易するにあたって関税を取ってたんですよ。だから明とかに日本の船が行こうとすると中継地点で台湾を通るので、その時に荷物に応じて金払えっていうようなことを言われて、うん、なのでそれが理不尽だっていうので浜田弥兵衛っていうのが台湾にいたオランダのノイツっていうね、まあ、あの棟梁を人質に捕まえて人質にして、で命が惜しくば関税廃止せえって言って関税を撤廃させたっていう、まあ、これは実話なんだけれども、まあ、それを物語にした本を読んで外国に憧れるみたいなシーンだったと思うんですけども、史実の、渋沢栄一というのはこのあとね20歳22ぐらいの時に高崎城を襲って武器を略奪して、そのまま横浜の外国人が住んでる居留地に行って外国人を切り倒してバッタバッタとね、もう手当たり次第に殺すという攘夷派、攘夷思想の若者っていうことになっていくんですよね。なのにね外国に行きたいって言ってるんで、今回のドラマの渋沢栄一っていうのは史実の栄一もそうなんだけども、フランスに、留学することになるので、慶喜くんのおかげでね、慶喜くんのお声がかりでフランスに行くことになるので、外国のことを知って日本にそういうものをいろいろ持ち込むというんで明治の話もするので、早い段階から外国に興味を持っていたっていう風に演出でしたんだと思うんですが、史実の渋沢栄一の方はこの当時のねちょっと心ある若い人たちね、国を憂う心ある若い人たちはもうほとんど攘夷なんですよ。外国の文明をどんどん受け入れるんだとかって言ってるのは、例えばね蘭方医って言ってお医者さん、西洋の医術、蘭学って言って西洋の医術を勉強している漢方医っていう日本の医術ね、東洋の医術に対して西洋の医術を勉強している蘭方医とか、玉木くんがやっていた高島秋帆っていうのはあれ長崎で、まあ、商人なんですよ。オランダと貿易してる人なんですよね。そういう貿易を実際にして海外のこともよく知っていて、その貿易の利益を得ているような人なんかは開国っていうね、本当に開国派っていうのはいたんだけれども、それはごく少数で本当に本当に少ない人たちで、ほとんどの人たちは、まあ、外国のことよくわからないんで、成り焼きパパと一緒ですよ、うちゃーっていうのにあれがトレンドだったんですよ。私たち現代人は開国してるの分かってるから、成り焼きパパみたいに外国うち払えうち払えってただ言ってるとバカみたいに見えちゃうわけですよ、現代人から見るとね。そうするとやっぱ大河の主人公がそれをあまり主張してると、なんとなくせっかく主人公な
なのになんか古臭い感じがするんでああいう演出をしたんだと思うんですが、あの当時本当に一番イケてる思想は成明パパの打ち払えの方だったんですよ。心ある若い人たちは外国人を打ち払えって、だからあの例のかの新選組の近藤勇だって土方歳三だって坂本龍馬だって高杉晋作だってみんな最初は攘夷派なんです、打ち払え派なんです。だから渋沢栄一も本当はドラマじゃない方ね、本当に外国人は打ち払えべきだって言ってもう水戸派バリバリですから、成明パパの思想に染まってますから、あの辺は田辺誠一さんの演じている小高家の人たちと一緒になって外国人なんか打ち払うべきだって言ってるようなタイプだったんですよね本当はね。成明パパもそんなうるさいからと思ってたけど、その時はトレンドだったんだ、一番イケてる人たちだ。だからもう全国攘夷派の若い子たちが水戸の成明根っこさすがみたいな感じでもう本当に大人気だったんですよ。成明パパの水戸のね、水戸学っていう攘夷のああいう思想は一番当時のトレンドで大流行だったんですよね。若い人たちはみんなお根っこすごいね、水戸様すごいって大人気だったんですよ当時は。ものすごい人気がありすぎたので、安倍政宏とかアメリカに迫られてこれはいくらなんでも戦えないな、開国せざるを得ないなと思ってる人たちからすると、SNS 大人気インフルエンサーみたいな成明パパがいるもんだから簡単に反対できないわけですよね。世論がもうそうだから、当時のトレンド最先端を言っている成明パパとその思想に染まってる栄一君っていうのがまあ史実ではそうなんですけども、現代にねそれをそのままやっちゃうとやっぱりおかしい、ちょっとなんかね古臭いし頭固いよねって見えてしまうので、ああいう演出にしてるんだとは思います。やっと理解できた。時代によって空気が違うっていうのは難しいよね。なかなか今から見てもわからないっていう部分だと思うんですよね。その当時がそれが一番主流だったっていうのは今の思想から見たらやっぱりねわからないってところはあります。